方、聞こえますか？よく聞こえます。もし通信が途切れたらリセットボタンを押してください。はい、わかりました。指揮官、もう少し厚着した方がいいんじゃないかしら。これでいいだろう。ウーファ、私の銃も見てくれない？お姉ちゃん、公演の時に使う手袋とかロープも持っていく？使い道があるかもしれないから。うん、いいと思う。そうよ、それまで休んでて。顔色が悪すぎて心配だわ。おい、心配するな。あのチビは絶対見つけてやる。そうだよ。ウンファーってこういう時に見つからないとプライドが傷ついちゃうタイプだから。黙れ。ミカ、ずっとここでそうしている気かしら。このまま何もしないつもり？ベロータが見たら心から悲しむでしょうね。何も確かめていないのに自分が死んだと思いたがる友人だなんて。ミカ、このまま何もせず友達を亡くしていいのかしら。このまま、またベロータを死なせる気？ベロータから聞いているわ。昔、孤児院でクリスマスに起こったこと。それは…もう一度聞くわ。このまま絶望するだけで、何もせず、また友達を亡くすつもり？どうせ死ぬから、雪の中に放っておくということ？いえ、私はベロータを探しに行かないと。それなら死んだ目をしている場合ではないわ。諦めないで。あなたの頭の中から死を消しなさい。生きていると信じるのよ。ベロータはまだ死んでいないわ。生きてあなたが探しに来るのを待っているの。胸に刻み込んで必死に探しなさい。この北部にある山全部をひっくり返す覚悟を、必ず見つけ出すという思いを。私があなたを照らしてあげるわ。自分のことが信じられないなら私を信じなさい。私は何があってもベロータを見つけ出す。一緒に友達を探しに行きましょう。信じます。信じてます。ベロータが生きてるって、見つかるって信じてます。すみません。情けない姿を見せてしまって、昔の繰り返しになる気がして、すごく怖かったんです。それで…そうよ。怖い時は泣いてしまいなさい。思いっきり泣いて、それから一緒に探しに行きましょう。はい、ありがとうございます。皆さん、一緒にベロータを探してください。私も力の限り探します。これは信号弾です。打ち上げながら行けば探索がはかどると思います。道を照らす明かりにもなりますから。ただし、ラプチャーに遭遇する確率も上がります。それは心配いらないわ。うん、ラプチャーは全部壊せばいいだけだよ。その通りね。私たちにとっては問題にならないわ。
では準備はいいかしら。はい、準備完了しました。通信も異常ありません。アブソルート異常なし。お姉ちゃんと私も準備完了です。はい、私も準備できました。そう、じゃあ移動するわよ。ベロータ、必ず見つけ出すから無事でいてね。まだ視界も良くならないわね。雪崩が起きたのはここですか？そうよ。雪が崩れている方向から考えて右に進んだ方が良さそうね。待ってください、これ。ベロータが持っていた信号弾です。それならなおのこと、右に流された可能性が高いわね。もしかすると思ったより近くにいるかもしれないわ。他の手がかりを探しながら移動してもいいですか？少しずつ見えるようになってきました。好きにしなさい。はい、では私が先頭に立ちます。ミカ、私とお姉ちゃんと手をつないでいかない？私たち幸運のウサギだから、歩きながら私たちの幸運を分けてあげるね。ひょっとしたらベロータの手がかりが見つかりやすくなるかも。お姉ちゃん、ミカと手をつないで。うん、はい、ありがとうございます。ミカは私たちが思っていたよりずっと強い子のようね。あの子もこれで分かったはずよ。何もせずにいても疑念と恐怖が強くなるだけ。今のように考えを行動に移せば自信と勇気につながるということを。さあ、私たちもミカが諦めず力を出せるように手伝わないと。じゃあ行くわよ。手がかりが出てきましたね。よかった、本当にブランドノワールがくれた幸運の効き目があるみたいです。ひょっとしたらベロータがこの近くにいるかもしれません。信号弾を打ち上げてみます。ベロータ、この明かりが見えたら信号弾を打ち上げて。お願い。静かね、ベロータ。これは行き止まりのようね。この先は絶壁とはいえ、ベロータの痕跡がここで見つかったということはこの近くに道があるはず。念のために私とお姉ちゃんが絶壁の先を見てきましょうか。近くに道があったりするかもしれませんし、体をグイーッと伸ばして見ればいいんです。私とお姉ちゃんは体が柔らかいですから。そうですね、それくらいは簡単です。そう、それならお願いするわ。お姉ちゃん、手袋を持ってきたよね。手袋をはめて私の手を握って。滑るかもしれないから。わかった。そうだけど、もう少し。で、店長。はい、大丈夫です。
してくれてありがとうございます。あ、そうそう、絶壁の向こう側ですけど進めそうな道が見えました。少し狭いですが一列に並んで進めば大丈夫そうです。すぐ下に道があったのね。でも簡単にはそこまで降りられそうにないわ。あ、それならご安心を。ちょうど縄ばしごを持ってきてるんです。私たちが空中公演をするときに使うものなんですが、ブランと私の重さに耐えられるくらいには丈夫です。あら、準備がいいわね。ありがとうございます。さすがお姉ちゃん。じゃあすぐ降りましょうか。いいえ、待って、吹雪が強くなりそうだわ。また雪崩が起きるかもしれない。洞窟の中でやり過ごしてからにしましょう。しもべ、ベロータの昔話は聞いたことがあるかしら。そうよ、あの時は言い出せなかったのだけれど、あの孤児院は私とも関係があるのよ。正確には私の一族と関係しているの。孤児院の支援をしているとは小耳に挟んでいたけれど、あんな残酷なことが起きていたとは夢にも思わなかったわ。もっとしっかり把握しておくべきだった。まあ今さら何を言ったところで何かが変わるわけではないけれど、その時見た大人たちと今見ている大人たちは違うということを見せてあげたいのよ。私のしたことではなくとも過去の繰り返しは防ぐべきでしょう。あの子たちに2回も別れの苦しみを味わってほしくはないわ。だから私は必ずベロータを見つけなければならないの。ええ、ベロータが見つかるまで一緒に頑張るわよ。ここはどこ？ミカ！おじさん！エドミア！とにかく連絡しなきゃ。壊れちゃってる。とりあえず起きて。足首が動かせるかな。ダメか。ミカの言う通りだったな。すっごく不幸なクリスマスになっちゃった。雪崩に巻き込まれて、携帯は壊れて、足首は怪我して。こんなことならミカの言うこと聞いとけばよかった。今日こそ最高のクリスマスになると思ったのに。初めてみんなでパーティーして、みんなでケーキも作って幸せだったのに。あ、ひょっとして私死ぬのかな。またクリスマスに死んじゃうね。ミカのことはどうしよう。おバカさん、また私の後を追いかけてきそうだけど、私がいないからってまた死んじゃったら。ダメ、それはダメ。同じことは繰り返さない。ミカを死なせたりしない。生きて帰らないと。生きて泣き虫のミカの涙を拭いてあげなきゃ。はしごの設置
終わりました。まずは私が降りて道を確保しますね。その後はお姉ちゃんが降りてはしごを支えて。うん、わかった。じゃあ先に降りますね。下で会いましょう。次はミカとしもべが行きなさい。私は最後に降りるわ。はい。皆さん、私たちは二人とも着きました。下の道は思ったより広いです。でも気をつけて降りてくださいね。はい、これくらい全然怖くないです。頼もしいわね。じゃあ先に降りますね。うん、思ったより高かったですね。ちょっと足が震えました。私はブランと一緒に道を捜索しますね。はい、お願いします。騒がしいわね。何かあったのかしら。いえ、ルドミラ、はしごが滑りやすいみたいなので気をつけてください。わかったわ、私も降りるとするわね。思ったより丈夫ね。おかげで簡単に降りられたわ。急ぎましょう。何が見つかったのかしら。これです。おじさん、これ覚えてますか。覚えてますよね。温泉でベロータがずっといたずらに使ってた雪玉です。ブランと道を捜索していたら木の陰にハートの雪玉が落ちてたんです。ということはベロータが近くにいると考えて差し支えないわね。はい、ひょっとしたら居場所を知らせようとしてわざと残してるのかもしれません。希望が見えたわね。このまま道なりに進むわ。